校長のベルクラでございます。始まりました。始まりました。始まりました。今週は私服なの。そうだね。なんかちょっと系統が違うけど2人とも。ごめんね、もうパジャマみたいな格好で来てしまった。なんでかっていうと、今回ほらホワイトデーが2日後ホワイトデーあるから、ちょっと女性を意識してごめん。私服で来たんだけど。ごめん。下はほらスカートだから、そう珍しくスカート履いてるからさ。スカートとはい。普通だね。冬はそうだね。まだ大体ね。寒いですからね。いやもう今日は私だいぶボケてんので、ちょっと怖い自分で。今日はね、まずビデオカメラを忘れ、まあ他の服も忘れ、化粧ポーチも忘れ、まあ2度あることは3度あるって今3度分だから多分大丈夫だと思う。もうないと思う。もうないと思う。さすがに。もういろいろちょっとね、さっき小道具をね階段から突き落としちゃいしまうし、そうだね。追われるかと思って。メガネをなんか突き飛ばしてました。突き飛ばしましたしね。先週使ったやつだね。おそらくね。もういろいろね、ちょっと今日。ずれてんの私。ということで今回はこの番組は梨みかんの2人とベルクラ校長先生がゲームにちなんだいろんなことを話したりいろんなことに挑戦していくそんな番組でございます。はい。そして今回は前回バレンタイン企画やったじゃないですか。そうね。いやもう思い出したくもないね。そう。私がいかにバカかがやりましたね。脳トレ対決。脳トレ対決でチョコをね争奪と。今回はなんでいきなり声色変わったの？今回ほら、私たち女性が私男も女もなれんだね。そうなの。すごくない？一番いい立ち位置にいる。だから今日はほら間の格好してる。間の格好で。そういうことね。そういうことか。そう今決めたそういうことそういうこと。今決めた。もらえる立場にあるわけですよ。前回私作りましたけども。確かになんかすごいプレッシャーの目を感じるけど。何をくれるのかドキドキ。男は3倍返しって言うからね。そうですよ。全然給料3ヶ月分待ってます。それは給料3ヶ月分は婚約指輪と結婚指輪の話だから。バレンタインホワイトデーでそれを求めちゃダメだから。やたら効果です。でも本当に私今年ねバレンタインを作ったのは梨みかんのこのためだけだった前回。じゃあもうベルクラさんだけにあげたんじゃん。いやそれ聞いてなんかねもう買った後にあやべって。やばいこれ。でもさこれさ私だけがもらえるわけじゃないでしょ。そうだよ。これは勝負しなきゃいけないから。でしょ。悪いね。悪いね。本当に。それはやっぱり勝負して。これさ私もらってないからもしゲットしたらどっかであげるわ。いやまあいいんですけど。ごめんねありがとう。これはまあまあこれは勝負ですから。そうだね。勝ち負けを決めていきましょうということで今回はですねせっかくさホワイトデーだからなんかさ女の子らしいことしたいと思って。勝負の内容ね。そうそう前回は女の子を育てたじゃないですか。女の子を育てた。そうゲームで。あ女の子をね育てたね。そういうことね。今回はじゃあホワイトデーにどんな格好をしていこう。っていうほうデートデートです。たしなみとしてはねあるなんでせっかくなんで着せ替えゲームをしようかなと思いましてこのチャンネルでもさ2人でやったことあるじゃんガールズモードそうっていう 3DS のガールズモードでファッション対決を皆さんとしていこうかなと思っております。これ今回ねなんかすごくいいのは視聴者さん参加型なのでそうなんだそうなんですよ。私たちがこれからこの番組中にファッション作ります。それをですねツイッターでどっちがいいかを投票してもらおうじゃないかと。せっかく投票機能があるしね。確かにあるな。なのでそれをやっていこうと思います。だから早速じゃあ作っていきますか。そうだね。今日はなんかでももう女出してるけどだいぶまあほら現実でも出しとかないといけないけどこれゲームの中でのあれになるからオッケー。そこですよ。じゃあ早速作っていきたいと思います。さあ作っていこう。さあそれではねやっていきたいと思いますが、まずはじゃあ私から作っていきますね。でちょっと画面は出せないので、その間ちょっといろいろね2人のバイトでの思い出なんかも語っていただけたらなと思います。そうね、まあできたらねあと見せ合ってね。そうだね。でこれはベルクラ校長が買った服の中からチョイスなんですけれども、まあちらっと見る限りえらい下着ばっかあんな。えらい下着ばっかあんな。これなんで？いやまあほら下着からビキニとか。でもさでもね下着の話していい？私昨日下着買いに行ったんだけど、この話していいのかわかんないんだけど。いいですよ。猿年っていう年は赤い下着を着るといいみたいな。あそう。だから12年前だよね。12年前の猿年も赤い下着が大流行したんだって。あ、12年前か。で私も昨日下着屋さんに行って赤い下着を3着買ったんですけど、赤い下着ってかなり挑戦的だよね。そう男からの目線からしても、赤い下着を着てたらちょっとそれはかなり勝負してるなって。これちょっとさ脱いだ時に引かれちゃうやつじゃないですか。じゃあ羊年は分かんない。わかんない。じゃあ羊年の年去年でしょ。去年はまあ別にないけど、猿年っていう年は、私猿年だしね、年女なんで今年。年女ね。と思って今年は私の中で勝負の年だから赤い下着いっぱい買って。勝負の年ってなんかそっちの意味じゃなくて勝負でしょ。そう。仕事頑張るだからここぞっていう時とか、今日は仕事頑張るとか、今日はこういう契約決めたいとか、そういう時は赤い下着とかつけていくといいね。なるほどね。そう。ああそういうことね。らしくて、だから買ってみました。赤い下着持ってなかったから。なんか赤色って興奮作用なんかありますもんね。ありますから。あながちねあるかもね。これはあれなんだよね、自分がそのホワイトデーでデートする的な感じをイメージしたらいいんだよね。そう。で自分のそのホワイトデーでこれだったらもうチョコはもらえるぞっていう。まあチョコじゃないけどねホワイトデーって。あまあチョコじゃなくてもなんかこうお返しもらえるぞっていうね。何もらいたいかな。私バラの花とかもらいたい。結構それなかなかチョイスとしては男もあげづらいし。あ本当？なんかお花って自分で買うことないじゃないですか普段。だからこうもらったりするとすごく嬉しいし。結構ほら人によるじゃないですか。お花ってやっぱ枯れてしまうもんだから、こうあげる側もいやお花で喜ぶ女性っているのかなみたいな。ブリザードフラワーってほら枯れないから。あとこうボックスの中にこういろいろ可愛く埋めてあるやつとか今いっぱいあるから。まあでもねなんかやっぱさっきリラン君が言ったようにちょっと重たいかなっていうようなこう気持ちになる。それにさなんか出かけ先でいきなり花束持ってこられてもさ、そこからずっと花束持ち歩かない持ち歩いてぐるぐる回んなきゃいけないでしょ。それをやっぱ運転手付きかな。じゃあ車に置いとくとディナー食べてる時にもう結構こう上がってきましたグレードが今。ディナー食べてる時にバッてありがとうってもらうじゃん。その花はで一回こうお店の人に預けます。で帰りにその男の人が受け取ります。で車の運転手に渡しますみたいな。で車に置いといてでもう一軒ぐらいこうおしゃれなバーとか行ってこうお酒をたしなむ程度にいただいてで帰りこうお家まで送ってくれてお家の前でもう一回こういただくって。これ急にレベルが上がりましたよ。男のやるレベルが急に上がりましたけどね。それスマートにできる男の人は確かに花あげるふさわしい男かもしれませんけど、なかなかできる人いないですよ。これね最近ね何で読んだんだっけな。それ少女漫画とかじゃないですか。そうこれは携帯小説で読みました。その妄想まんまぶつけてきましたけど。ほらもういいんですよ。梨みかんの時間の学校のね中で私は毎回妄想キャラになってるから。まあまあね確かにね。2人とゲームする時もねひたすら妄想トークしかしてないのであれなんですけど、でもまあ実際ね思い出ありますかって言われたらないのでホワイトでああ花束とかね。なんかファンの皆様がチョコレートくれたりキャンディーくれたりを毎回それだけで嬉しくて家に帰って一人で食べるんですけど。なるほどね。でもそれくらい。あ、それぐらいです。そうそうだから嬉しいですかね。お、できましたできました。じゃあこれはまあじゃあ美香ちゃんにまだちょっと見えないようにちょっと写真を撮ります。 OK はいということで私はねまあ自分がよく着てるであろうデート服的な感じにちゃんとしましたよ。なるほどね。やっぱりね、うん、理想を追い求めすぎちゃダメ。あ、どうぞ、じゃあ美香ちゃん進めてください。じゃあやりまーす、はい、お願いします。はーい、うん、やっぱねこうゲームだからって、うん、ちょっと非現実的すぎる格好をすると、はいはい、ちょっと嘘だろってなるから、うん、なるほど、まあ、一応私が着てるんではないかっていう感じ風にはまとめました、うんうんうん、ああ、まあ自分がもうリランがあんまり着てないんじゃないって思わせないよ。そうそうそう、だからピンクのフリフリのねワンピースとかじゃないからね、うん、なるほどねまあそうあざとくは狙っていってないと、うん、あざとくは狙わないよやっぱり。なるほど、うん、自然な、まあ、リラン君をまあまあそう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 表現したと、表現しましたね。美香ちゃんはちなみになんかこう、まあ、彼氏とかがいたら、うんうん、どういう格好でこうデートとかに来られたらちょっとおなる？私ね、うん、普通にジーパンに T シャツとか好きなシンプルなね。それ難しいやつやで。そう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 それ難しいやつやで。素材が大事なんだからね。そう、それが難しいや。男も女もそうだけれどもあ、そうだってデニムとかスキニーとか1枚に白い T シャツとか、うん、ほんとシンプルなのって、うん、やっぱりある程度の体型がよくないと着こなせないし、うん、そうなんですよ。そうか、うん、そう、しかもあれね、まあ、なんていうかこう乳首が浮かないようにさ結構なんかこういろいろ気になるのがあるよ。いやほんとほんと。あ、そうなんか貼るの多分ほらやっぱそれを完璧に着こなすってことはさ、うん、みんなどうしてんだろう白い T シャツ着てる。だからさ私気になるんだよね。だからほんといるじゃん、たまにものすごいさやっぱ、うんほんとジーパンと T シャツだけで綺麗に決まる人、うんうん、まあ、あと小物だけとかさ、うん、腕時計だけみたいな、うんまあ、実際それめっちゃ難易度高いと思うんだけど、うんうん、その時どうやって私は乳首をこう隠してんのかっていつも思うわけそれさ乳首が言っちゃあれだけどさ乳首が出るさ、うん、T シャツを着てるってさ、うん、すげえテロテロな T シャツじゃん。いやね意外とでも結構その T シャツの素材をきちんとしないと、うん結構どの T シャツも出ると思うよ。まあその人の乳首の大きさによるよもちろんどれだけのあれかによるんだけど、うんうんまあ、その日ちょっと寒かったとかになると あれもあるし気温とかいろんな条件が合わさってうんジーパン T シャツって組み合わせが成り立つんですよ、うんまあ、確かにクールな人乳首立ってたらちょっとダサいもんね、おかしいでしょ、うんうん、それはちょっと嫌だ。それを街中で考えてるベルクラ校長も相当嫌だけどねなんてびっくりしたよ。それ私相当気になるよ相当見るポイントですよ。あ、確かにそれはあるかもしれない、そうですそうです。下駄とかどうですか？あ、それなんかこの間話したっけ？なんか下駄の話しなかったっけ？なんか電話で下駄の話したっけ？なんかすごい私も今なんか、うん、自分で言っときながらなんかリランと話した記憶があるような、なんかね、下駄の話してたよ2人そうしてたあ、そうですか、してました。下駄のなんか私が覚えてるのは、うん、知り合いのね、うん、女の先輩がよく飲み屋に、うん、行くらしいんだけれども、うん、毎回その来るお客さんでいつも下駄の人がいるんだって、この季節にも、うん、で、うんいつも下駄なんだよねこの人つって写真も見せてくれて、うん、本当だ、まあ、でも似合うからいいんじゃないみたいなことを言ってたら、うんはいはい、なんかでも全然違うところなんですよ。中野とか多分そっちの方の飲み屋だとは思うんですけれども、はいはい、この間私渋谷に歩いてたら、うん、下駄の人いてマジ、うん、つい2週間ぐらい前だよ。だから本当に寒い日、はいはいうん、でもそんなに下駄族いっぱいいんのかと思って、まあね、私はその人とその人が同一人物だと勝手に踏んでるんだけれども、うんそんなにいっぱいいたらびっくりじゃないっていう話をなんか誰かにした気がすんの。あ、なんか私聞いたかもしれない、言ったかもしれないもう2人とも記憶が定かじゃないんだけどそうなんだよ、多分そうでしょうね、うんうんまあ、でも下駄はじゃあ似合ってればいいと。まあでもカランカランうるさいと思うよね。カランカラン来るよデート現場にカランカラン来るよちょっと待って私なんかしっくりこないなあまあね、下駄の話かそっちのゲームの話か知らないけど、まあ、でも近所の居酒屋に2人でデートするっていうんだったら、うん、下駄でも全然ありだと思う。ああなるほど。でもちょっとショッピングとか行こうとかちょっとそのまあ普通のところで食事をしようっていうんだったら、はい、下駄かーって一回考えるよね。なるほどじゃあ仮にそのね、うん、男の家に行ったとしますと、はいはいはい、家庭でね、はい、そしたらすごいこう下駄箱に下駄がすげえあったらどうする？その10足ぐらいいろんな高さの下駄とかもうだから実は隠れ下駄マニアぐらいの感じだったらいや、うん、いいんじゃない下駄マニアだったら、なんか普通の靴も持っていたら全然私はどちらかというと好きかもしれない。なるほど、そういう変なところが。そうそうそう、私なんかちょっと変なところで、うん、ちょっと乙女心くすぐられるとこあるから。あ、そういうことですね、うん、じゃあまあ一般女性はまあちょっと引くかもしれないと、うん、分かんない。私は全然 OK よ。だから居酒屋に行くんだったら全然いいし、うん、夏場とかだったら特に OK だよね、うん、なるほど。いいじゃん、ちょっと、うん、趣があるじゃんみたいなあ、ほう、そう、あ、そう。私だって夏場 B さんだし基本。あ、なるほど、確かにそれだったら B さんと下駄で、うん、そうね、バランス取れるかな、まあ、そしたら私もね下駄履くよ。あ、下駄デビューしちゃう、うん、履くと思う、うん、まあでも一回、うん、ちょっとかなり昔の話なんですけれど、はいはい、私も実はちょっと下駄いいなって思った時があって一瞬ねはいはい、はい、で下駄を履いてどっかに行ったの、はいはいはい、でも歩いて 1,2、うん、分ぐらいしか経ってない時に下駄のさ底の部分が取れたんだよね。それはまずいね、うん、それ下手な下駄をつかまされたねいい下駄じゃない。なんだ君は下駄職人かいいやいやいや、うちの実家には下駄いっぱいあったんでね、よく下駄履いてましたよ。ちょっといいかもしれないね、うんうん、カランカランって来たら、あ、来たかもしれないみたいなね。あ、そうそうそう、いいねだんだんなんか下駄すごい好きになってきた。好きになってきましたか、うん、なんかもうすごいホワイトデーじゃなくて下駄の話になってますけど、うん、なんか私も普段私が着てるような格好にしてみた。ああ、いいじゃない、いいじゃないですか、うん、それはいいじゃない。で、ちょっとまあ、うん、ホワイトデーっぽい感じには求めてみました、うん、下駄履かねえよ下駄履ってないね、そのファッションモードじゃ。ちょっとレベル低いな。できましたー、イエーイ、はい。じゃあとりあえず私と美香ちゃんで、はい、せーので見せっこしましょう、はい、じゃあ全身から、はい、せーの、じゃん。あー、でもリラーさんもめっちゃ大人だねでもさ、普段こんなじゃないジーパンに、みたいな、じゃあこれ校長にじゃあちょっと見てもらいましょうか、うん、そうだね、とりあえずね、はい、じゃあ校長お願いします、はい、お願いします。じゃあちょっと 見させていただきますよ。じゃん。あー、なるほどなるほど、こっちがリランくんでしょ、うん、ね。あー、いい、まあ、なんかもうすごくわかりますよこれは、うん、あー、なるほどねあー、ぴったりだね2人とも。これそんなまだね、うん、なんか似てるね、むしろ。いやこれね、うん、結構好み分かれるんじゃないかな、うん、分かれるよね。視聴者さんの好みね、うん、分かれるよ、分かれますね、うん、じゃあこれじゃツイッターにあげましょう、うん、じゃあ私美香ちゃんに送ります。はい、じゃあということで、ね、はい、結果までしばらくお待ちください、うん、そうですね、ちょっとお待ちください。はい、ということで投票結果が出ました、うん、お、さて、うん、これねツイッターではどっちが作ったとか言ってないんですよ、うん、そうなんだよね。白系の服、黒系の服でやってるので、うん、集計を ね。ちなみに校長的にはどうでした、うん、私は、うん、まあ、やっぱ黒が好きっていうかロックだから、うん、ロックだからこの年になってもロックだから、まあ、今日ピンクとか着ちゃってるからさ、そうね、すごい目に悪いピンク着てるけどね、なのでやっぱり趣味的には黒なのかな、はい、じゃあ黒に1票を踏まえまして、うん、いただいたじゃあ黒に1票、私ここ今、はい、ありがとうございます、言いますよ、はい、はい、ということで結果のはどうなったでしょうか、どうぞ、じゃじゃん。これ1420票もいただいてたんだよ今の段階で。たったのね1時間半です、1時間半、はい、そうそう、そんぐらいで1420票、うん、20票20票、うん、いただいて、はい、黒系の服、うん、32%、 あれ白系の方 68% ということで、マジか、こちらはねやっぱり白が大人気と。うれしい、この今ここに載ってる画像は2時間ジャストで締め切った時の投票数が出てるのがあれなんですけど、今の段階だと38と60、32と68と。いや結構だいぶ離れたなこれ。やったよ、やっぱね白系なんだよ、やっぱ女の子とモテるっていうのは。そうです、やっぱりこう男が可愛いと感じるのはそういうあれなのかもしれないね。わー、勉強になりましたね、うん、いや私もじゃあちょっと着ようかなそういうのそういうの着ようかな。ホワイトデーはじゃあそういう格好で出かけましょう。あ、まあそうね、試しにか、まあ、出かけてみたらなんかねそうか、まあね、今日パジャマみたいな格好で着ちゃったしな。そうだよ、まあね、やっぱ常にね、男の人から見られてるという意識を持って、私も今後はちょっとまあ肩ぐらい出していこうかなとか、肩出していきますか。言ってね、やっぱ校長も男ですから、必ずねこう。男の人のいる現場でパジャマやめよう、まあ私もパジャマの時あるからね、まああるよね、あるよくある、ターバンしてるし、ターバン、私人種がだいぶ怪しくなってくるんだけど、ターバンって言われるとね、髪留め、髪留め、髪留め、ヘアバンド、ヘアバンドね。まあじゃあこれね、勝った方にホワイトデーっていうことで何もらえるのかな、楽しみ。3倍返し、3倍はねあれなんだけど、楽しみ楽しみ。実はですね、ここに用意しております。おお、もっこもこのこのいやん、これねもっこもこのキャンディー、かわいいキャンディーがね、これベルクラさんモテるでしょ。いや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 、これ開けていいの？でも開ける前に写真撮りたいな。爆弾みたいな。爆弾は言わないでください。開ける前に写真撮って。写真撮ってください。これがツイッターに載るんですよ。そうですね。わかりました。じゃあ写真撮らせていただきたいと思います。こっちか。はい、ホワイトデーと言ったらキャンディーですから。分かってたんじゃん。いや分かってんじゃん、分かってんじゃん。すごくない？モテんだろ。爆弾じゃん、爆弾じゃん。花火です、花火です。嬉しい。開けます。はい、じゃん。これ逆だったかな、分かんないけど。あ、ラッシュそうなんです。実はね、まあまあラッシュですわ。私最近お風呂入るの大好きだから。そうね、お風呂にね1日3回入るということなので、めっちゃいい匂いする。まあまあそういったバスアイテムになっております。いやモテるでしょ。いやいやいや、何言ってる。ラッシュは本当嬉しい。ラッシュとかいいかもよ、ボディショップとかそのお返しするのにね。これは本当嬉しいです。ありがとうございます。すごいケースに入ってんだね、これね。すごいケースです。このちゃんと綺麗にして持って帰るわ。まあこれね、残念賞のねリラン君に実はね、私何もあげないのに、残念賞のあなたにはね、やっぱり現金1億円の方をね、現金1億円の方をね用意させて。いやこれね、これめっちゃいい、めっちゃ嬉しい。私もお酒のつまみになんじゃん。そうだよ、これもうどっちもさもらって嬉しいもの。これさ、もしかしてさ勝って負けるって分かってたでしょ。まあ大体ね、読んで、そうシミュレーションしました。いくつかだって、いくつかね。こんなん絶対私が喜ぶやつじゃん、こんなん。まあ実際ミカちゃんが負けてもまあ一億円あげてました。嬉しい。いや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 、これもう酒飲む。ありがとうございます。まあそんなわけで残念賞1億円と、キャンディーのねバスアイテムと。ありがとうございます。今日も酒が進むわ。そうね、かじってください。それ端から。でもさ、嬉しいね。なんかホワイトデー、しかもファッションでさ、こうやってファンの皆さんがさ、こんな短時間で1時間半でさ、1000票以上の投票をくださってさ、でこうやってね番組が進められるっていうのはすごく面白いなと思ったので、これからもぜひ体に巻かないでください。体に巻かないでもらって、食べ物なんで1億円を。ちょっとなんか服ダサすぎて。ああ、それ1億円もだいぶ。ダサいけどね。この辺にこうつけとけばいいんじゃない？こうやって。ああ、なるほど。なんか新しいね。レディーガガ的な感じ。レディーガガ的な感じです。でもこれ楽しかったんで、またぜひ皆さんに投票していただいたりとか、皆さんから意見をいただいてどんどんやっていこうと思います。そうね、連動してやるのも楽しいですね。はい。ということで、プチタイムでいきますか。はい。じゃあ皆さん素敵なホワイトデーをお過ごしくださいということで、告知タイムやります。じゃあ久しぶりに行ってみようかな。頑張ってください。どうぞ。はい、なしみかんの時間チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますので、なしみかんのツイッター、そして3人、個人のツイッターもぜひぜひフォローお願いいたします。それで私とベルクラ校長は、個人でチャンネルも持ってますので、そちらの方のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。みかちゃんから何か告知が。はい、4月20日にですね、野々宮みかとしては初の、そして通算4本目のソロ DVD グランプルーンがグランプルーンが発売されます。1月にサイパンロケで撮影したものなので、海と私がどんなコラボレーションをしているのか、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。はい。じで。こんな感じです。いやー、すごいわ。嬉しい、これ。1億円だからね。現金1億円ですから。でも、ぜひ、美香ちゃんがね、やっぱこのファッションが良かったということで、もしこれを見てくださってる女性視聴者の皆さんはね、美香ちゃんの服を参考にしていただければ、きっと素敵なホワイトデーになるかもしれないですよね。はい、ぜひ、私もいいファッションしようじゃん。だから多分私に投票してくれた人はきっとロックなんだと思うよ。多分そう。多分少数派ね。ロッカーがきっと入れてくれたんだと思うよ。ありがとうございますね。はい。という感じです。はい。次回もよろしくお願いいたします。今日の授業はこれまでにしたいと思います。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。